はい、竹人です。今日は2018年春に発売になった Apple Watch の新しいバンドレビューしようと思います。はい、ということで今日は2018年春の Apple 新製品発表会で発売になりました Apple Watch のバンドをですね、1本ゲットいたしましたのでレビューしていこうかなと思います。で、Apple Watch なんですが、今現状シリーズ1、2、3と3年にわたって秋に発売になっているという感じなんですが、基本的にはサイズ感とかはほとんど変わっていないので、シリーズ1からシリーズ3通してですね、同じバンドを使うことができるんですね。で、毎回新製品の発表があるたびにですね、新色がまあ10パターンぐらいいろいろ発売に毎回なっておりまして、気分だったり、まあ、その時の雰囲気によってね、こうバンドの色を変えられるというのが、まあ、Apple Watch の最大の魅力の一つでもあるんだと思うんですが、で、今回私久しぶりに Apple Watch のバンドをですね、ちょっとゲットいたしましたので、ちょっとね、これ実際開けてどんな感じなのかというのを軽く皆さんにご説明していこうと思います。はい、それではレビューの方をお届けしていこうと思います。今私が使っているのはね、こちらですね、 Apple Watch シリーズ2というものを使っております。一番安いモデルの、ステンレスアルミかな、アルミのシルバーのやつで、バンドがホワイトのやつを使っているんですが、それ以外にですね、1年ぐらい前の年末に私ですね、このプロダクトレッドのスポーツバンドというものもゲットしておりまして、まあ、大体この2本使っているという感じです。仕事の時使う時はこっちの白のバンドを使って、お休みの日とかはね、この赤のプロダクトレッドのバンドを使うといった感じで使っているんですが、いかんせんちょっとね、そのホワイトのこの方がだいぶね、黒くなってきちゃってるんだよね、もう。で、そういうのもあって、まあちょっとね、なんかいいのないかななんて見てた時に、今回新しいバンドが出ましたのでね、そちらをゲットしたという感じです。だいたいこのゴムのスポーツバンドというやつと、あとウェーブナイロン、スポーツループ、クラシックバックルとかって革のものだったり、それからナイキのね、コラボモデルだったり、あとエルメスとのコラボの革バンドなんかもあったりするんですよね。で、今回今ちょっと新しく欲しいなって思った要因は、そのまあこの白がちょっと茶、黒くなってきちゃったっていうのも一つ。それから、Apple Watch 全然関係ないんだけど、これね、私の使っている、これが MacBook Pro を入れているケースなんですよ。で、ここ今ちょっと映ってるんだけど、MacBook Pro がグレーなんで、こういうグレーっぽいインケースのケース使ってるんですね。ただこれ、今の使っている、今現行で売っている MacBook Pro 用じゃなくて、1個前の MacBook Pro 用なんで、ちょっと大きいんですよ。で、これちょっとそろそろ飽きてきたなと思って、じゃあどうしようかなと言った時に、ちょっとまあ、やはりインケースのね、ケースをいろいろ物色していたところ、こんなのがあったんで、ちょっとこの春、この春から初夏に向けてはちょっとこの黄色押しで行ってみたいなーなんて私の気分がちょっと変わりましてですね、このインケースの黄色、蛍光黄色みたいなケースをアップルストアで私ゲットしたんですね。インターネットでアップルストアのウェブで買ったのが初めてなんだけど、バンドこんな感じで届くんだね。いつものあのアップルの茶箱のみたいな感じ、こっから引っ張る感じですね。ちょっと開けます。前買ったプロダクトレッドもお店で買っちゃったんでっていう感じですね。パカッと開けると、あ、もうそのまま入っているという感じですね。はい、ということで今回ゲットしたのはアプローチ用の、これ、ね、スポーツループですね。スポーツループの、フラッシュライトっていう、まあ、蛍光黄色の色のやつをゲットいたしました。ちょっとこの辺のだけお見せしようか。スポーツループのフラッシュライトというやつですね。で、42ミリの私、アプローチ使ってますんで、42ミリの対応のバンドを買いましたという感じです。こんな感じです。で、この、スポーツループのバンドなんですけど、42ミリがお値段が5800円税別という感じですね。38ミリも値段一緒なんだね。こんな感じです。よくアップルの純正品であるパターンですね。ここのこの黄色いのを剥がすという感じです。じゃあ剥がします。よいしょ。ピリッと。で、これをあと引っ張り出すだけかな。これを引っ張り出すだけという感じですね。よいしょ。あ、ウォッチって書いてあるな。こんな感じだったかな。ちょっと前買った時の忘れちゃった。覚えてないや。よいしょ。よいしょ。で、開けると、あ、もうナイロンのバンドが1本入ってるだけみたいな感じですね。で、これ取り付け方とかがこうちょっと書いてあるという感じでございます。じゃあ早速つけてみようかなと思います。このアップルウォッチのね、プロダクトレッドが、あの赤が派手な赤なんで、僕すごい気に入ってるんだけど、これはどうやら、あ、ベリベリっていう感じなんだな。よいしょ。本当にね、なんかもう、あの裁縫屋さんとかで売ってるマジックのナイロンテープそのまんまみたいな
感じですね、うん、とスポーツループつけてみようかと思います。まず外すで、どうつけるのかな。皆さんの方から見せるとどうな、こういう感じかな、多分こういう感じでつけるんだね。そうするとこう輪っかになりますせみたいな感じですね、うん、これ夏にはいいのかなっていう感じがするな。で僕のちょっとそっちから見ると逆になっちゃいますけど、みんなにはねこういう感じでつけて、でこれで縛って留めるみたいな感じかな。こういう感じでよしと、こんな感じ。もうほんとマジックテープみたいので、これあれですね、夏場にはいいね。ちょっとやっぱスーツとかでは無理だけど、もう夏場にこう T シャツポロシャツなんかで肌触りもいい。これなかなか初めて買ったけど、こんな感じなんだ。ちょっと緩めに巻いても動かないから、ちょっと緩めに巻いて通気性もありそうなんでね、ちょっと緩めに巻く感じかな。こんな感じです。でこれでケースもこういう感じで、ね、かなり近いっていう感じですね、うん、でアップルってね、こういう小物類のね色を合わせて売るのがすごい上手くて、結構ねアップルウォッチのこうバンドとか MacBook の袋とかをね iPhone の色と合わせてきたりとか、そういうようなものが結構あるんですよね。ねスポーツループ自体は、ホットピンク、フラッシュライト、それからタホブルー、マリングリーンっていうのが今回発売になったのかな。で僕はこの黄色のねインケースのケースと合わせるがためにこのフラッシュライトをゲットしたという感じでございます。はい、ということで今日は2018年の春に発売になりました新しいアップルウォッチ用のバンドをご紹介させていただきました。で私がゲットしたのはこのスポーツループってやつで、初めてスポーツループゲットしたんですけど、といってもまあ、いわゆるゴムのバンドを私2種類持ってるだけだったんですけど、他のものをちょっと買ってみて、このスポーツループってですね、肌触りいいし、まあ、この初夏から夏にかけてはほどほどいいんじゃないかなと思います。ちょっとでもまあ汗かいたら多分臭くなっちゃったりすると思うんで、洗ったりする必要あるのかなと思うんですけど、ナイロンでできてるんでね、発色がすごい良くて、蛍光黄色とかねもうちゃんと出てるなという感じがします。ピンクとか 女の子は可愛いのかななんて思ったりするんですけど、でさっきも言いましたけど、アップルってこういうね他の小物と色合わせてっていうようなパターンがすごい多くて、でそこはねワンポイントで、まあ、実際持ってるものがねいろんな色になって可愛いのかなと思いますし、アップルのものって結構高額なものが多いじゃないですか。なんだけどこういう小物類はそんな言うほどめちゃくちゃ高いわけじゃないんでね、1年に1回ぐらいこうちょっと模様替えみたいな感じで変えてみると気分も一新でとてもいいのかななんて私は思っております。皆さんもねちょっと気分、アプローチ持ってらっしゃる方は気分転換に、まあ、これ夏、これから夏に、ね、向かってどんどん暑くなってきますんでね、他のバンドちょっとゲットして気分一新してみてはいかがかなと思います。はい、ということで今日の動画が良かったなと思ったら高評価、これからも私の動画見たいなと思ったらぜひともチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。では。